そのシャークロ、はい、新メンバーです。新たにゴリミカ終わりました。新メンバーです。女の子がね入るっていうね、はい、給料はあげないんですけど、なんなら給料なんで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 、お金を払って出てもらう側なんでね彼女は。なんでなんでなんで、もらわんと出んよ回った途端にそんなしゃこの女の方はね別メンバーとかじゃなくて、何やったっけ、目を開けたら元カノ、目を開けたら急に元カノがいるっていうの元カノです、うんうん、あの島袋の、はい、元カノティガレックスです。よろしくお願いします。何それガオッて、ガオッてモンスターハンターのうるさいやつや。あ、そうなん、うん、知らんそんなに、そんな知らんやけど、うん、ってことでね今日はねちょっとお二人でちょっと動画撮ってほしいなと思って。どんな、何の、ちょっと話してほしい、いろいろ過去の話とか。前ちょっとしかできんだよ。うん、確かに。あれドッキリやったやん、言うたら、うん、今日はね、もう二人とも読んで、もう知っとる状態でもうカメラの前で話してもらおうっていう。恥ずかしいね。恥ずかしいじゃない、もう俺、もう嫌やもう俺。何がこの空間が耐えられへん。島袋は好きなの？今は好きじゃないっすよ。嫌いでもないです、もう普通っす。普通です、普通です。嫌い、やって、あ、もう死んでしもたらいいと思います、ね。こんな感じで、あの動画の後がちょっと仲良くなったんで、二人あのちょっと話してもらうと、僕今日いらないんでね。いらないんですか？今日僕いらない。あ、そうなんですか。へぇ、俺売った方がいい。売った方がよくない？いや、絶対だってなんか、嫌やね。いらんの？どっちなん？売った方がよくない？嫌やね、嫌やね。何を企んどるの、君は。この人今ちょっと酒飲んでてね。本当にな。あ、ごめんなさい。迎えに行ったという形なんですけど。そう、すぐ飲む。すぐ飲む。すぐ脱いで、すぐ寝るんですよ、そう。しーやって。え、寝るとき全だな。うん。ごっち？こっちいいやん。だって、よくない裸って。人の体温っていいやん。え、なんで人と重なり合ってることを手にして話してるの？君一人だけの体温。一人だけやってる匂いは、なんか重なり合ってってる。一人だけの手は、うん、パジャマや。もう多分酔ってるんで許してください、本当に。多分酔ってるから。頭の回転が悪いっす。じゃあ俺、あのカメラ越しで、あのちょっと、ちょっとあれ振ってくわ。じゃあ僕今日カメラで、はけます。いや、この絵面おかしいぞ、ね、うわ、見てこの絵面、気持ち悪いわ。お願いします、じゃあ今日は。はい。え、どれだけ付き合っとったんですか、二人は。多分前の動画にも言ったと思うんですけど、大体半年ぐらいでしたね。多分半年ぐらいね。半年ぐらいで、うん、もう割と早かった。僕から振りましたね。短くない？半年、まあ短いっすね、うん、短いか、まあ半年短いか、うん、短い。いやもうね、本当に前の動画皆さん見てください。うるさいですよ、声のトーンが高いんですよ。なんで？もう鼓膜破れんちゃうか思って、ほんまにもう。え、その時もそうやったっけ？その時もそうやったよ。なんなら前の方がすっごいひどかった。ほんとにね、君声のトーン下げてもっとおっしゃる側に上品に振る舞えば多分モテる。じゃあ変わる、今日から。今日から私はって言ってる。絶対モテたいし、そうやったら好きになってくれる？いや、もう無理っす。復縁？絶対好きになってくれる。復縁しちゃいます？しちゃいます？絶対嫌だ。次回島袋元カノと復縁。あ、いいよ、急上昇第1位やわ、うん、え、じゃあ2人はあれ、今は彼氏彼女いないです。おれんの？僕もいないっすもん。え、いないっす。どうする今晩？あ、あった。いや、絶対無理っすね、彼女は。おとなしくするから。いや、おとなしくしても、もう無理なんですよ。トラウマとして過去として残ってるから。あなたのもう印象、僕悪いですよ。うるさいっていう？うん、うるさい8割占めとくわ。うるさいが原因な。いや、マジうるさい。だって前の動画でもティガレックスって言ったよね。うん、ティガレックス、ほんまにティガレックスなんですよ、マジで。高級目店になかったら僕、鼓膜マジでやられますわ。知ってる人しか分からん。確かに。え、あれからなんか彼氏できたんですか？できましたよ。あ、そうなんですか？何人ぐらいできたんですか？何人ぐらいできたんですか？1人。あ、そうなんですか？うん、あれから1人。僕はあれからできてないっすね。え、マジ？うちで最後やね。それからね、おらんってことやろ？そういうことになるね。いいよ、じゃあ復縁すればいいやもん。そっか、恋愛してないんか。え、今の俺と付き合えるか、お前。お腹見せてあげてよ。え、もうやだ。肌着やから今。あ、その時点でやだ。うるさいな。太った？太った太った。あれから10何キロぐらい太りました。うん、なんか太ったよね。ビールパラみたいな。ビール出してない？お酒強い？お酒弱いね。弱いんや。ビール飲まへんのにビールパラなってんの。あ、そうなの？そうそう。分厚いもん、泣いたしてるもんな。うん。え、自分はどうなの？弱い。あ、自分もない。人も言われへんやん。もんどうしよう。いいやん。確かに、いい感じにピース進むかな、飲み行ったら。久しぶり、今度飲みに行きや、2人。あ、飲みに行き？あ、飲みに行くぐらいやったらいいじゃん。行く？気が向いたら。二人喧嘩したことある？まあ人並み程度じゃない。なんで喧嘩したっけ？なんで喧嘩した？でも基本なんか優しかったよね、なんか。ああ、そう、あ、もっと言うて、もっと言うて。俺の株が上がる上がる。うん、もっともっと今も言うてちょっと。今も昔も変わらず優しい。でも優しい、なんか大切にされてる感は伝わっとった。やろ？けど、うん、多分合わんかったよね。何が？うるさいから。うん、
まあ、自分はもう結構なんかブワーって喋る感じのテンション高めにように見えて結構気遣いやからな。多分やっぱその俺が吹いてなんか優しくしたら気遣ってきついんじゃない。あー分からんけど、うんうん、なんか変わっとるね二人よく言われる。グヘじゃねえし、グヘってよく言われる。もうちょっと女の笑いかね、皆さん高級の店いるでしょ、ほんまに。もうでけえでけえ声が。これなんなんこれ。変わってない気がする方全く変わってない。な昔からこうやったっけ。やめて、クマも握っていくぐらいうるさいわ、あんた。あ、いいこと考えた。あの、お二人はうんこどんな感じでするか、ちょっと一人生活。どういうことじゃあ、あの、和式便所あるやん、うん、はい、うんこどんな体勢でするかちょっとやってほしい。体勢、うん、普通にこうじゃないの。あ、やっぱそうなんや。そうなんだ。こんなん。あ、そんなまたちっちゃくするんや。俺もうこんなんねんけど。それはないやろ。嘘やろ。それは嘘やろ。パロンと。マジでも男の人そうやね。そう。この人やろ。普通みんなこれあれやろ、うん、俺後ろにあるもん。なんで後ろ向いてこれこうすんねん。なんでなんでって。それが普通でも俺それって教わってきたもん。だってほらここにさ丸いやつやろ。穴があって平らなところありますよね、うん、穴にめがけてうんこするんですよ。みんなはこれが前な。前のじゃない。なんか変な丸みを帯びてる。後ろなの、うん、男ってそうなの。前よね。ここになんかこうなってるじゃないですか、うん、それが前から。それ見ながらするよね。前僕らはこれに対してケツを向けるんですよ。男ってみんなそうなの。男え、分からん、すんねんそれ。トイレットペーパー反対じゃない。そしたら全然反対じゃない。なんでこっちにさ、ここにトイレットペーパーあるやん。まあ別に、まあどうでもいいんやけど、それは、うん、そしたらこうすりゃいいだけやん。ここに目がけてうんこするんですよ。やっぱとかやんといてくださいよ。いや、おかしい。20歳。21。あ、そっか。上、もう1月1日だ。そっか、誕生日だったね。4月2日。あ、そうや、おめでとう。覚えてくれてんねん。そうや、4月ってだけは覚えとった。あー、なるほどね、うん、俺お前の誕生日何月か忘れた。9月とか。は何月だった。3月。3月。あれ、あ、3月って言ったら分からん。え、何月何日。3日。おーし、何月3日。うん、俺の元カノと同じ日。怖っ。やばいやん、元カノやん。え、ガチ、これガチ。本当に。普通にガチ。ガチ同感でガチ。あ、やば、変わったね、そう思ったら。今考えれば淡い思い出ですね、うん、いい思い出。めっちゃ初々しいと思う。やっぱ別れた後は結構記憶って美化されますよね。うん、確かに。今よくよく思い返したら嫌なところってのがあんまり。そう、いいとこばっかは思い浮かぶね。そうですよね。結構いろんなところ、映画とか見に行きましたしね。うん、見に行ったね。あの、化け物の子とか、うん、見に行ったね。普通に感動したよね。ね、僕映画ね、好きなんですけど、ずっとじっと固定して座るとめっちゃ頭痛くなるんですよ。なんでか知らんのこれ。そうなの。ずっとしてるんですよ。今も？未だに。でもマジで頭痛くなるからあんま行きたくないんですけどね。まあそんなん言うたらなんか気悪くするわと思ったけど、向こうが行こうって言うから一緒に行ったけど、うん、マジ普通に見たかったもん。マジ地獄でしたもん。へー。他になんかどっか遊びに行った記憶とかある？テドリ行ったよ。テドリ。北陸で唯一のね、唯一に行きましたね。テドリ行ったよね。高校生、やっぱまあ高校生らしいじゃん、高校生らしいですね。そう。皆さん、テドリフィッシュランド調べてみてください。でも別れる説あるよね。あ、そうなの。それディズニーじゃなくて。え、テドリ行ったら別れる説あるやん。え、それガチなやつ。うん、ガチ。そうなんや。ガチ。え、知らん、聞いたことない。テドリ行ったら別れたら言う。だから多分うちら、テドリ行ったからかな。え、そんなん知ってて、お前よう断らなかったな。その時は知らんねん。今になって、あ、そういうこと。そう、知った。その時は知らんだ。わぁ、このジンクス立証したんじゃないですか。え、だから本当に、マジで、ね。今思ったら、そうやなって感じ。今見てる皆さんでね、もう彼女、彼氏と別れたいなっていうカップル、ぜひテドリフィッシュランド行ってください。僕らみたいにギチュンって行く。確かに。免許持ってなかったわけや。持ってないですよ。電車、自転車ですよね。よう行けたね。あー、今考えたらすごいな。うん、でも結構アウトドアやったから。まあそうですよね。そこだけ、うん、唯一だったんですよ。だから普通に、うん、別にチャリとかどんだけでもこうやったしね。うん、まあ普通になんかね、まあずっと僕らはね、もうこんな性格なんで、もうずっと喋りっぱなしなんでね。うん、確かに。うん、まあそれに関してはね、待ち時間とかね、全然困らなかったですね。うん、誰だこれ、俺出ていいか。おっと、怒った。おろろんがに慣れて、だしくさつんじゃ、これも OK。 いや、結構です。復縁してぇな、二人。いや、復縁はちょっとね。とりあえず遊ばんけ。あ、いいよ。あ、まあそれも動画撮っちゃうか。あ、それ撮ってきてぇな、二人で。あ、じゃあ動画撮らんけ。それ、あの、高校生じゃなくて、今成人を迎えた僕たちが行くデートみたいなね。しかも車もあるからね。あ、ほんまや。確かに、そこは男がやっぱりリードしてくれるもんって期待してます。いや、俺最近おんないねんてな。あ、もう、あれも父出てきたし。父出てきたし。ワンちゃん、うちよりあるかも。あ、それは言えてる。え？それは言えてる。A あるもんな。B あるよ。ない。うち B ある。
え、パッと何枚詰めてる？1枚。いや、いい感じに取れたやんじゃん、今日。まあ今絵面的に見たら円満で終わってるんですかね。じゃあ今度一回飲みに行きますか。うん、弱いでしょ、弱いでしょ。弱いんです。僕も弱いんで。弱い者同士じゃあゆっくり、ね、勝負しよう。え、勝負すんの？ゆっくり勝負しよう。いいや、飲みに行けんの。俺はここでパチンコ行ってくる。好きやな。好きも。